井上聡君。四課三党の井上聡です。先ほど鳥居より我が党の志位委員長の自衛隊問題の発言について多少言及がありました。これは世界に誇る憲法9条を将来にわたって守り生かすことと、国民の生命と主権を守る政治の責任を果たすということを、統一的に追求をするという私どもの方針であります。なんか今までと言ってることが違うと述べられました元防衛大臣もいらっしゃいますが、これはもう2000年の22回党大会で決め、2004年の綱領改定にも反映をさせておりますので、我が党のホームページでいつでもご覧いただけますので、ぜひご覧いただきたいと思います。その上で防衛省設置法の改正案の審議でありますが、防衛省自衛隊の在り方の根幹に関わる敵基地攻撃能力の保有に関する議論について質問をいたします。政府はこの間、国家安全保障戦略などに敵基地攻撃能力の保有を盛り込むことをめぐって有識者ヒアリングを行ってきました。3月8日までに7回開かれて15人が招かれております。このヒアリングでは敵基地攻撃能力の保有について、保有が体制、明確な反対なしと報道されております。それもそのはずですね。メンバーを見ますと、過去の防衛省自衛隊の幹部や安倍政権の下で憲法違反の安保法制を強行することに関与した皆さんがずらり並んでるわけですね。で、官房副長官をお聞きしますけれども、このヒアリング、結局、賛成ありきの意見聴取になってるんじゃないでしょうか。磯崎内閣官房副長官。お答えをさせていただきたいと思います。政府としましては、新たな国家安全保障戦略、防衛大綱の、防衛計画の大綱、中期防衛力整備計画の策定に向けまして、政府外の有識者から幅広い知見を伺う観点から、政府、事務レベル関係者が毎回異なる有識者と意見交換を実施しているところでございます。で、これまで、現在及び将来における我が国の置かれた戦略的環境、安全保障分野で注目すべき新しい技術、宇宙、サイバーで、こういったのさまざまなテーマにつきまして、知見を有する方々とこれまで8回、28名から意見交換、28名と意見交換を行っているところでございます。で、そのため、委員言われるように、過去の防衛省、自衛隊の幹部もからも意見を伺っているわけでございますが、それに限られず、学術会、研究所、独立行政法人等のさまざまな所属の方と意見交換を行い、今後の我が国の安全保障の在り方について、忌憚のない率直な議論を重ねてきているものであり、賛成ありきとのご指摘は当たらないというふうに考えております。井上聡君。ヒアリングが1回増えているようであります。今いろいろ言われましたけど、少なくともこの敵基地攻撃能力の問題について言えば、およそ幅広い方から意見を伺っているということでは私はないと思うんですね。しかも議事録はありません。で、議事概要も非公開だと先日も問題になりました。その際にですね、このヒアリングが一区切りついた段階で、限定的な形でヒアリングの主だった内容を求めた文書を公表することを検討すると、こういう旨の答弁はありました。それではですね、結局、敵基地攻撃能力保有、賛成ありきというヒアリングになっていても、国会も国民もそれを知って是正を求めることも困難だと思うんですね。やはりきちっと毎回の議事内容を明らかにすべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。磯崎副長官。今申し上げましたように、さまざまなテーマについて知見を有する方々と意見交換を行っているわけでございますが、この意見交換に際しましては、現下の安全保障環境や多岐にわたる新たな課題の出現等を踏まえまして、有識者の方には事前に政府側から有識者の発言を開示することはしないので、忌憚なく意見を開陳してほしい旨を伝達をいたしております。で、このため有識者との信頼関係維持等の観点から、現時点において政府側から意見交換の内容を公表することは差し控えさせていただきたいというふうに思っております。ただ先ほど委員からお話ございましたように、継続的に実施しているヒアリングが一区切りついた時点で発言者の同意が得られることを前提に、発言者と発言内容をリンクさせない形でヒアリングの主だった内容をまとめた文書を公表することを政府内では検討しているところでございます。井上聡君。政府の理屈でありましてね、国民の側から見ればこれでは到底納得がいかない中身だと思うんですよ。で、しかもですね、これまとめてから遅いんですね。有識者の顔ぶれを見ますと、
この重要な論点である憲法との関係が果たして きちんと議論をされるのかという問題です。この安保法制の際は集団的自衛権は憲法で禁じられているという過去の政府の憲法解釈が、閣議決定で覆されました。これに対して圧倒的多数の憲法学者や、歴代内閣法制局長官から集団的自衛権は行使は憲法違反だという批判の声がありましたけれども、政府は強行したわけであります。今回の敵基地攻撃能力の保有も憲法に関わる過去の政府の答弁がですね、厳しく問われるわけですね。で、岸大臣は専守防衛は憲法の精神にのっとった我が国防衛の基本方針であり、今後ともこれを堅持すると答弁をしております。にもかかわらずですね、この論点整理だと言いながら、これまで憲法遵守の立場の憲法学者はヒアリングの対象にすらなっていないと思うんですね。これで大臣が答弁で述べたような専守防衛を堅持するということが果たして担保されるんでしょうか。岸防衛大臣。今行われている有識者との意見交換につきましては官房副長官から答弁があったとおりだと思います。いずれにいたしましても、政府としては新たな国家安全保障戦略の策定にあたっては、国民の命と暮らしを守るため、いわゆる敵基地攻撃能力も含めてあらゆる選択肢を排除せず検討しているところであります。これまでもこの検討は憲法および国際法の範囲内で専守防衛の考え方を維持しつつ行われるものと述べてきておりとおり、政府としては今後とも専守防衛を堅持するとの考えに変更はありません。井上聡君。その大臣の答弁が担保されるような有識者の顔ぶれになってないんじゃないかということを私は質問してるんですね。で、一方でですね、じゃあどういう人が招かれているのかと、第3回目のヒアリングには織木良一元自衛隊統合幕僚長と黒江哲郎元防衛事務次官が揃って招かれております。このお二人は昨年11月に国家安全保障戦略研究会という会の座長副座長として陸海空自衛隊の元将官らとともに新たな国家安全保障戦略に求められるものと題する提言をまとめております。その中で敵基地攻撃能力を反撃能力という言葉に言い換えた上で、専守防衛の見直しで反撃能力を持つべしと提言をしています。で、これについてこの座長の力士は1月12日の日経で、反撃能力とは相手の基地に限らず指揮統制施設や通信施設への攻撃も含むとこう指摘をされております。先ほども述べられました憲法にのっとった専守防衛は堅持するという大臣の答弁と、専守防衛そのものを見直して基地に限らず攻撃するということを提言しているような人物を有識者として招いてヒアリングをするということは私は相容れないと思うんですけれども、大臣いかがでしょうか。岸防衛大臣。委員長、意見交換会の人選についてはですね、先ほど、答弁のあったとおりでございますけれども、幅広く学識経験者、独立法人の等の方々など、有識者と意見交換を行っているところでございますので、ご指摘は当たらないと考えております。いずれにいたしましても専守防衛の考え方に基づいて議論を続けてまいります。井上聡君。憲法学者とか法律の専門家には意見聞かないけども、専守防衛さえ見直すということを主張する人には意見を聞くと、これ幅広いところが非常に狭いヒアリングになっていると思うんですね。で、安倍元総理が昨年11月の講演で、抑止力として相手を殲滅するような打撃力を持たねば日米同盟が危機に直面するというふうに述べられました。で、これについて国会で問われた岸田総理は、敵基地攻撃能力の保有の議論について、相手国を殲滅できる軍事力を持つことは全く考えているものではないとこう答弁をされました。そこで聞きますけれども、安倍元総理は先日山口県での講演で、この敵基地攻撃能力に関して基地に限定をする必要はないわけですと、向こうの中枢を攻撃するということも含むべきだと述べました。織木氏らの提言と機を一にするものでありますが、このような相手の中枢を攻撃するということも
今回の検討の対象に含まれているということなんでしょうか。岸防衛大臣。政府として急速なスピードで変化をしていますこのミサイルなどの技術に対して、国民の命や暮らしを守るために十分な備えができているのか、あらゆる選択肢を排除せずに現実的に検討しているところでございます。このため具体的な内容等をお答えできる段階にはございませんけれども、今後新たな国家安保戦略等を策定していく過程の中で憲法と国際法の範囲内で検討を進めてまいります。井上聡君。安倍総理が述べたような相手を殲滅するような大国力を持つべきについては総理は明確に否定したんですね。今中枢を攻撃するということについては否定をされませんでした。これも対象になるということなのか。実際ですね、安倍発言を受けて昨日の自民党の安全保障調査会の会合で、相手国の指揮統制機能を含む敵基地攻撃能力の保有案が示されたと。これまではミサイル早期迎撃に主眼を置いた議論だったが、日本への攻撃を指揮する中枢などを含む考えを追加したと今朝大きく報道されております。これはまさに政府が言う専守防衛を超えるようなこういう中枢への攻撃、本格的な打撃力、これも検討の対象に排除されないというのが今の大臣の答弁でよろしいですか。岸防衛大臣。発言における中枢という意味は、基地という誘導弾の等の基地という意味だと解釈されます。その上で、ご質問の点について一般論で申し上げますと、昭和31年の政府答弁においては、誘導弾等の基地とは必要最小限度の措置の例示の中で述べられているものであります。法理上はその対象を攻撃することが誘導弾などによる攻撃を防ぐとのに万やむを得ない必要最小限度の措置か否かという観点から個別具体的に判断されるものであります。井上聡君。いやいや、そういうね、従来のいわばピンポイントの狭いことだけではなくて、中枢というのはですね、先ほどの力士で言えば指揮統制施設や通信施設への攻撃も含むと、反撃能力ですね。そして安倍総理自身もですね、基地に限定する必要はないと幅広く言ってるんですよ。本格的に打撃力ではないかということなんですね。しかもですね、今この危機に乗じて防衛力強めという声が上がっておりますけど、この間防衛予算ではスタンドオフ防衛能力の強化が位置づけられてきました。 F-35A に搭載可能なスタンドオフミサイルの取得が行われました。先日ですね、防衛省は自民党安全保障調査会の主催した非公開の会合で、敵基地攻撃能力への転用も可能な SSM 改良型の早期実用化に向けた予算確保などを求め、現在は900キロ程度の射程をさらに伸ばすことも想定していると、こういうふうに報道されましたけれども、これ、事実でしょうか。そしてこういうスタンドオフミサイル、この所有というのは、敵基地攻撃能力の保有の先取りということではないんでしょうか。岸防衛大臣。委員長、現行の防衛大綱中期防においては、各国の早期警戒管制能力や各種ミサイルの性能が著しく向上していく中で、自衛隊員の安全を確保しつつ、相手の脅威圏の外から対処を行う必要があります。従来より射程の長いスタンドオフ防衛能力の強化をすることがとされておるところでございます。このため、いわゆる1式の地対艦誘導弾の能力向上型については、令和3年度から開発に着手しており、現時点において地発型については令和7年度まで、間発型については令和8年度まで、そして空発型については令和10年度までに開発を実施する計画を進めているところでございます。自民党の安全保障調査会の勉強会については、党による非公開を前提とした会合と承知をしており、
やり取りの詳細についてはお答えを差し控えたいと思います。いずれにせよ次年度以降の予算要求等の方向性について現時点で何ら決まっているものではございません。1式地対艦誘導弾能力向上型を含む各種のスタンドオフミサイルは あくまで自衛隊の安全を確保しつつ、相手の脅威圏外から対処を行うために強化しているものであって、いわゆる敵基地攻撃能力、敵基地攻撃を目的としたものではありません。井上聡君。長々と答えましたけど、安倍元総理は先ほど紹介した11月の講演で、安倍内閣においてスタンドオフミサイルという形で具体的な能力については保有しましたと。この能力を打撃力、反撃能力としても行使していくことが求められていると、こうはっきり言ってるんですね。敵基地攻撃能力には違うと、淡々答弁されましたが、実際はこうだということを本音で述べられてるんですよ。こういうことは中止をし、現代の検討もですね、やめるべきだということを申し上げまして、質問を終わります。